霧光学園中学校、高等学校は神奈川県川崎市朝尾区区立3丁目に所在する私立中学校、高等学校。高等学校では中学校から入学した内部進学生徒と高等学校から入学した外部進学生徒が2学年から混合してクラスを編成している。また、併設型の中高一貫校である霧光学園は 元川崎市立高校教諭の小塚浩二により、1965年、川崎緑幼稚園が創設されたことに始まる。1972年に、学校法人義理工学園が設立され、寺尾緑幼稚園、開設。1978年に高等学校が開校。1982年に中学校を開校。1991年に、中高女子部が開設された。 小塚理事長は、当時、神奈川五三夜の一つであり、多数の東京大学合格者を出し野球部が、甲子園にも出場していた、東院学園高等学校から宇川のボルを、霧光学園理事として招聘し、東院学園のシステムを導入した。当時は、兄弟校を標榜しており、現在も、東院学園と同様のシステムが多数残っている。 1990年まで男子校であったが、翌1991年より女子部が設置され、男女教学となる。しかし、校舎や教室などが男女で分かれているために、受験専門誌などでは、男女別学と記載されることも多い。男子校の真横に、女子校が隣接されているような形態、と考えると理解しやすい。ちなみに、男子は女子胸侵入禁止だが、その逆は、 教室の都合により許されている。詳細は、男女別学の利点切り工学園中学校、高等学校を参照すること。このような男女別クラスを採用している、私立中高一貫校としては、手塚山中学校、高等学校及び、明治学園中学校、高等学校、これらの学校に加え2013年度以降は変え、有明中学校、高等学校を含む、 男子部及び女子部に分かれている、私立中高一貫校としては自由学園中等科、高等科、南山中学校、高等学校及び、東院学園中学校、高等学校がそれぞれ挙げられる。食堂も設置しており、ここは男子、女子一緒に食事している。初代校長は創立者の小塚浩二。理事長は小塚義男。現在の学校長は中野博士。 生徒数は中学、高校を合わせて約3000名。学校法人義理工学園に遠隔も参照効果の位置づけとして、義理工学園効果と切り光我らの2種類があるが、公式行事などでは主に校舎を清章する。いずれも男女別学移行後も男子、女子一緒。デザインは中高共通であり、ジャージ、体操着、上履きは学年ごとに、 ラインの色が赤、青、緑と異なっている。また、2011年度より震災の影響を受け、男女共にコーン、白のポロシャツが着用化となった。冬はコンの爪襟で、夏はワイシャツにスラックス。学年ごとに爪襟につけるエディションの色が異なる。南関大学への総合各社数は神奈川県内でも上位校に位置づけられ、 県内有数の進学校の一つに数えられる。公開されている2009年、2010年の大学進学実績によれば、東大を含む国公立に100人強、総計上地に200人強、マーチリ科大に対して600人前後の合格者を出している。公開データの母数、及び重複カウントの有無については不明ではあるが、マーチリ科大へ進学する生徒が、 半数以上を占めているとみられる。また、国公立大学よりも、私立大学への合格者の方が多い傾向にある。しかし、首都大学東京、横浜国立大学、横浜私立大学など地元の南関国公立大学への進学者数は、全国でもトップクラスの人数を毎年排出していることから、決して国公立大学への進学率が悪いわけで、ない。また、 東京大学をはじめ、宮廷大系、東工大、一橋など町内韓国立大学への合格者数も安定した人数を送り出している。私立大学は、川崎、多摩地区などの小田急線沿線を中心に、明治大学、法政大学、中央大学、青山学院大学などの各大学のキャンパスが点在しているため、古くからこれらの大学へは、 多数の合格者を排出してきた。そのため、一般入試だけでなく、指定校推薦の枠で大学進学する学生も多い。年度によって合格者数にばらつきはあるものの、南関大学への合格者の絶対数は中期では上昇傾向にある。例えば、2004年と2010年のデータを比較すると、マーチリ課題合計では464人から641人に 総計上値合計では162人から216人へ、国公立合計では100人から114人へと増加している。男女共に1回、2回、3回の3度挑戦することができる。受験科目は国語、算数、理科、社会の4科目である。特待生合格は1年間、または3年間の授業料を免除される。2年生より人物、 学業の優秀な生徒には、切り光小学生として、年額45万円を支給される。サッカー、編集野球、編集その他、編集。ありがとうございます。